町の風景イカルガ町は奈良県北西部に位置し、生駒郡に属する町である。アスカ時代に聖徳太子の手によって法隆寺が建立されたことなどでよく知られる古い歴史を持つ町である。法隆寺のすぐ西に広がる西里の集落は、近世初期の日本で最も組織的な力を振るった大工東領中井正清の育った集落でもある。 それ以外にも多くの古い町並みが存在するが、高度経済成長以降、大阪のベッドタウンとして都市化が進み、落ち着いた町並みも、もはや過去のものとなりつつある。また、古都保存法の指定都市でもある。南に大和川が流れ、北には法隆寺の裏山にあたる松尾山を中心とした、八田丘陵を仰ぐ。西部には、有原の成平の和歌で知られる、紅葉の名所。 立ツタ川が、東部には、富の川として歌われている夫小川が流れる。古代の山戸国へぐり軍よる朝里、坂戸里の地である。立ツタ川が、山戸川に合流する地点の北西にある神奈美、三室山山頂に、縁起式内、神武神社が鎮座する。アスカ時代には、聖徳太子が、イカルガグを営み、当時創建された、法隆寺、法規寺、法林寺、中宮の寺は、 現在に伝わり法流寺と法規寺が世界遺産に登録されている。近年、藤野木古墳の発掘でも有名になった。伊古郡の安土町、三里町、蛇町と北桂木郡の王子町、菅巻町、河合町との合併が審議されていたが、イカルガ町、王子町、蛇町で実施された住民投票の結果、財務状況が良好であるイカル。 王子両長で反対票が多数となり、両長が合併協議会を離脱。協議会は解散され、合併は白紙となった。また、新しい市の名前の候補は、清和市、法隆寺市などが候補に上がり、新市名、清和市の決定まで行っていた。平成22年国勢調査より前回調査からの、 人口増減を見ると0.31%減の27,731人であり、増減率は県内39市町村中のない。奈良県統計ルガ町では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。郵便の集配はイカルガ町全域とも王子郵便局が担当している。なお、郵政事業の民営化以前は、 立田郵便局が集配特定郵便局として636から 01XX 区域の集配業務を担当していたが2007年2月5日付で王子郵便局に関、現在は窓口業務のみとなっている。定数132015年までは近畿大阪銀行イカルが出張所も営業していた。前日の通りイカルが朝前域の集配業務は 王子郵便局が担当している一般国道剣道古墳など多数ありがとうございます。